週刊朝ドラネタバレあり虎に翼第24週のあらすじ、9月9日月曜日から13日金曜日放送分。女3人あれば信頼が潰れる。ドラマでは智子と言いますが、ここではあえて虎子と言います。理由は愛称は虎子、虎ちゃんで、その方がずっと可愛いからです。女3人あれば信頼が潰れるとは、娘が3人いればその嫁入り支度で財産を使い果たすという意味があります。史実では星光一、三淵健太郎には女3人男1人の子供がいました。そんなことを意味しているのでしょう。この週の家族問題、星家では友和が妹のどかから結婚を約束している恋人がいることを聞き出し、光一と虎子に打ち明けます。それを受け、のどかの婚約者聖夜、松沢拓海が星家にやってくることになります。ところがそんな時、光一と由美、川床飛鳥が由美の進路をめぐって口論になっています。大学院で寄生虫の研究をしていた由美は、研究職を目指すのをやめ大学院も中退すると言い出したのです。問題は次々起こるものです。一方、猪爪家では直明とレミの間に子供が生まれ、ますます賑やかになります。癌を患った滝川、滝藤健一が入院して治療することに。ある日、虎子は滝川の見舞いに行きます。滝川は少年犯罪の厳罰化が世間から求められていることが気がかりだと虎子に伝えます。この頃凶悪な少年犯罪が増えていたこともあり、マスコミも大きく取り上げ、それによって世間が少年犯罪の厳罰化を求めるようになります。滝川はそれを危惧していたのです。少年少女をただ厳罰に処せればいいというものではないということでしょう。現在の日本における少年犯罪の厳罰化については、2022年4月1日に施行された改正少年法が大きな影響を与えています。この改正により、18歳と19歳の少年は特定少年として扱われ、従来の少年法の適用が一部制限されるようになりました。具体的には、特定少年が犯した重大な犯罪については、家庭裁判所から検察官に送致される逆送の対象が拡大され、成人と同様の刑事手続きで処罰されるケースが増えています。また、特定少年に対する実名報道も一部解禁されるなど、厳罰化の方向に進んでいます。この改正は成年年齢の引き下げに伴い、18歳と19歳の若者が社会において責任ある主体として扱われることを反映したものです。法律は時代によって変化させることは必要ですが、変えてはいけない部分もあります。いろいろな考え方がありますので、簡単に良い悪いは決めつけられません。絶対という言葉は気をつけて使いたいものです。ガリレオの話がいい例です。ガリレオは地動説を科学的にも実証し、地球は回っていると発表すると捕らえられ、宗教裁判にかけられ有罪判決を受け、軟禁状態になる。この頃宗教は絶大な権力を持っており、法律までも作っていたようだ。今考えるとバカみたいな話ですね。私たち人間社会において簡単に正義不正義を決めつけることがあります。法律だって常識だって絶対とは言えません。間違った法律だってたくさんあります。どんなことでも鵜呑みにせず、自分の頭の中で一度考えてみましょう。昭和44年、1969年1月、桂葉藤一郎が最高裁判所長官に就任。すごい出世ですね。そして祝賀会が盛大に開かれます。またこの年、日本全国で学生運動が激化。そんな中、虎子は京子、ハヨンスと潮見の娘、カオルが事件に巻き込まれて逮捕されたことを聞く。カオルはその後、不起訴処分となり、大学には真面目に通うようになった。その頃、米戸轟は存続殺の罪に問われた新子の弁護を担当することになります。かつて存続殺の判決に対し穂高、小林薫が異を唱えた頃から時代は変化しています。そんな中、存続殺の重罰規定に関する事件が最高裁に持ち込まれ、憲法違反となり、現在の法改正の道筋をつけました。現在日本の刑法には存続殺人罪という特別な規定は存在しません。1995年の刑法改正により、存続殺人罪刑法第200条は削除されました。第24週のあらすじはこんな感じです。この週は少年法の問題、学生運動、存続殺の問題など社会問題が多くなっています。星家ではユリの認知症、
のどかの結婚問題、猪爪家の新しい家族など、詳しいことの顛末は、情報があまり明らかになっていません。テレビ放送を楽しみにしましょう。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンもポチッとお願いします。